亀井争奪戦。先日行われた後楽園ホール大会で亀井を奪い合うという一連の流れがあったんですね。そこには旬、マンテ、そしてナチュラルバイブス、この3ユニットが絡むこの展開、亀井は一体どのような判断を下すのか、そして行動には移していくのか、まずは一連の流れを振り返っていこうと思います。メインイベントで旬亀井維新対菊田マンテ亀井の一戦が行われたんですね。でその試合中、マンテと亀井の連携技がたびたび炸裂しまして、結果亀井が旬から勝利を収めたと。でその試合終わりにマンテがマイクを持って亀井をビッグハグに勧誘する。で亀井が答えを出そうとしたんですが、そこに旬が突如亀井をハグする。そして旬も亀井を G ブラッツに勧誘したんですね。ですが亀井はですね、完全拒否、ビッグハグ、 G ブラッツ両方を拒否しまして、俺はナチュラルバイブスの亀井だということをアピールしましたね。まずはナチュラルバイブスの残留。現状亀井はですね、ナチュラルバイブスですごいハマっていますし、後楽園ホール大会でも、まあ、中心は完全に亀井になったというところで、ナチュラルバイブス自体2人なんですが、やっぱ世代交代という意味でも有望な亀井はいつまでも KG の下で活動するというのはもったいないのかなと思い、でもさらにナチュラルバイブスはですね、停滞気味なので、ここら辺でメンバー変動もありなんじゃないかなと。その意味では亀井脱退っていうのは可能性としてあり得てくるのかなと思いますね。じゃあその亀井はどこに所属をするのか。まずは勧誘をしているビッグハグ。ビッグハグは現状ヒョウ、マンテの2人で活動中と。ユニット化するにはやはりあと1人か2人はメンバーが欲しいところ。そしてビッグハグはですね、デコボコタッグであるため亀井も加入条件というのもクリアしているのかなと思います。亀井新世代ユニットとして、亀井も活動していくと。入る流れとしては 12.24 福岡大会ドリームゲート戦で、まあ、旬率いる G ブラッツ勢にマンテがフルボッコにされていると。でそこに亀井が救出に登場で、その影響もありマンテがドリームゲートダッシュすると。そして亀井とマンテがグハグをしてですね、ビッグハグに加入をするという流れになるんじゃないかなと思いますね。 G ブラッツはですね、現状ヒョウの離脱もあり、4人になってしまったと。そしてこの旬の謎行動、まあ、亀井を勧誘、この行動の意図というのを考察していくと、まず補強のために亀井を勧誘したっていうこと自体がですね、グラフナチュラルバイブスから裏切り者が出てくる。じゃあその裏切り者は誰なんだと。それはマシン J。 いやいやでもちょっと待ってくれと。マシン J 自体は旬と構想があってワールドで金網まで入ってるのに、その旬の元にマシン J が加わるのかっていうとですね、まあ、割とこれドラゴンゲートあるあるで、まあ、最近構想しても、そのままストレートに加入をするということは結構あることなんですね。なので可能性としては全然あるのかな。そしてマシーン J はですね、この G ブラッツ加入にあたりこういう考えに至って加入をするのかなと思います。現状マシーン J は令和新世代の中で明らかに遅れをとっている。でそのなぜ遅れをとっているかということを考えたときに、自分の所属ユニットのリーダーが不甲斐ない、 KG お前のせいだろと、俺は G ブラッツで自由にやらせてもらう、でくすぶっているこのマシーン J がGブラッツに加入を果たす。先ほど言っていたナチュラルバイブスの停滞、さらには令和新世代としての世代交代もこれで進めていく。そのようなことからマシン J は G ブラッツに加入をしていくんじゃないかなとも思いますね。旬の気候、そして亀井の動き、これは一体どうなっていくのか、今後もドラゴンゲートに注目です。